ごきげんよう、今日なんですけど、ついにノッコ寺田さんとコラボです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。いや僕なんかめっちゃ緊張してるんですよ。そうなんですよ。こんな感じの空気なんですか。何がなんか俺ヤクザに拉致られてるみたいな。なんでなんですか。なんか指でも詰められるぐらいの空気が大丈夫なんですか。これはなんかもっとうわーみたいな感じじゃないですか。僕らのチャンネルこんなもんですか。あ、そうなんです。テンション低い系なんで。あ、そうなんです、ね。はい、他の YouTuber ってわーって感じですか。そうそうですよね。そういうのないですよ。あ、結構クールなんですね。あんま見てないですか僕ら。めちゃくちゃ見てます。めちゃくちゃ見てますね。知ってますよね。いやでもな、裏ではなんかワイワイしてんのかなと思ったんですよ。あ、いやそんなことないです。あ、こんな感じなんですか。そんな感じです。その代わり表裏ないんで僕ら。ああ、いいっすね、いいっすね。そのカメラと変わんないっす。はいはいはい。あ、いいっすね。でなんかあれっすね、はい、めっちゃいい匂いしますね。あ、僕ですか。あ、僕一応デブってよう言われるからめっちゃいい匂いつけてるんですよ。なんかめっちゃいい香りしてくるから、ね、何がつけてるんですか。じゃあ香水は、なんか フレグレンスフラグラン。笑ってくれた。違いますよ。わざと。いや、ちょっと僕ちょっと今日めっちゃこの1年半ぐらい、2年ぐらいかずっと追っかけてきてたんで、ミクルさんのこと。ストーカーですよね。もうストーカーですね、完全に。なんでなんですか。あ、そんなことするんですか。いや、だって好きやから。だって僕が例えば YouTube で、いや朝倉ミクル好きなんですよって言っても目止まらないでしょ。そうですよね。確かに確かに。だから結構なんかこう見てもらうように、うん、なるほどね、いろいろ言ってたのもあるんですよ。でも最初だって目合うだけで俺今ちょっとドキドキしますもん。え、あれじゃないですよね。違います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 。ちょっと足崩していいですか。あ、面白い面白い。かっこいい。かっこいい。違う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 。俺ほんま体でかすぎてそのこのポーズできないんですよ。何やったかもなんか持たれたいぐらいの勢いの、これが一番楽で。あ、そうかそうかそうか。きついか。いやでもいいっすね。椅子があった方が良かったですね。あ、そうですね。まあでもいつもこのスタンスなんで。うん、そっちの時もいらっしゃいました。そうそう。あれもファンの人からのミクルさん来ますよ言って、これ行くしかないと思って。大阪からわざわざ。大阪からわざわざ。やばいでしょ。仕事普段何してるんですか。僕夜勤の仕事してるんですよ。はい、あの働いてて。マジっすか。そうっすね。それでちょっと夜勤やりながら YouTube やってるって感じ。一日の流れがめっちゃ大変で、うん、今日とかも俺夜勤上げてきましたからね。あ、マジっすか。大変っすね。なんていうか、ブランディング的にいいんすかね。ちょっと迷惑系みたいなことやってたじゃないですか。そういうのはいいんすか。違う違う違う、俺迷惑系ですか。萩原さんも迷惑系と言うてるけど俺全然迷惑系じゃないです。まあそれは決めるのはやっぱ視聴者だ。いやいや、まあまあまあ、いやでもそれじゃないと来れへんから、やっぱり朝倉未来さんのとこまでたどり着けないんで。いや俺いけたと思いますけどね。マジですか。この体格あって、はい、ブレイキングダウンとか普通に出てきたら、はいはい、普通にもうだいぶ前にコラボしてると思う。マジですか。ほんまですか。だって唯一無二の体型じゃないですか、ブレイキングダウンとか。まあまあまあ、そうですよね。何キロでしたっけ。151.2ぐらいです。151ぐらい。すごい。で才能でしょこれも。でもね、初めがあの一千万企画から始まってるんで。あ、そっかそっか。そうなんですよ。なんかファンっていうかその人らも、うん、なんかそういういきなりそんな感じいけなかったんですよね。なんかこう朝倉未来さんにこうなんか嫌われてて会われへんみたいな感じがすごいなんていうか良かったというか。うん、まあ結果オレですね。まあまあまあ、そうっすね。いやもうちょっとあんま見といて。恥ずかしい。ブレイキングダウン今回から参戦してもらって、はいはい、はあ、そうですね。すごいっすね、あの勝利。いやでもたまたまですよ。あのこんなあの言うとあれ思わないかもしれないですけど、あもうほんまたまたまです。天野さんですよ。知ってました天野さん。いや知らなかったんですよ。え、マジですか。でも世代ではないですもんね。天野さんとかの、ね、昔の世代ではないですもんね。知らなかったんで、すごい選手だったんですよね。そうそうなんです、そうなんです。バンナとかでボンバンやり合ってたんですよ。うーん、まあ、めちゃくちゃ怖かったっす、めっちゃけ。でも左フックでね、ライブ奪って、はいはいはい、そうすごい結構なんか強くなりますよね、ポテンシャル的に。総合のプロの試合とかも狙っていけそうなポテンシャルありますよね。本級ほんますか。ライジンとか。あ、練習すればですよ。はいはいはい、はい、僕でも一回あの秋山さんとコラボした時に、はい、なんかヘビー級の工程やらされたんですよ。でバチバチつけられて、あれからもうちょっと嫌なんですよ。だから練習してないから今技術がないんじゃないですか。あ、はいはいはい、でもつけたら絶対いけるポテンシャルあると思うんですけど、ね、いけますかね。はい、
で俺体力マジでないですよ。あ、そうっすよね、150キロあった。そう、体力マジないのがちょっとあれで、さっきそこ上がってここ来た時ちょっと息切れしましたね。もうここまであもうそうやし、あそこの階段下りじゃないですか。あ、下りでも俺あの行き上がりましたから、上りじゃなくて。痩せないんですか。痩せようと思えば痩せれるんですか。痩せよう思ったらいけるっすね。でもやっぱりこうなんか筋トレとか弱なるのも嫌なんですよね。あ、なんかパワー落ちるじゃないですか。いやでもね、いらない脂肪もついてるから。え、どこが？これめっちゃ触っていいですか。絶対いらない脂肪っすね。ちゃいますよ、これボディーブロー食らって全然効かへんのしてる。いやでも見ました、アンポルキアのボディーブロー全然効かへんの。いや、それ見てないですけど。あ、見てない。でも、必要ないっすよ、これ。ここ、こんなに必要ないっす。もともと効かないと思いますよ、もうちょっと減らして。ほんまですか。たぶん130ぐらいまで来たら、はい、結構動けて、はい、スタミナあってっていけるっすかね。今、おいくつですか。38っす。厳しいな。厳しいんかい。厳しいんかい。まあでも1分だったら見捨て方がすごいね。1分だったら自信ありますよ、相当。1分やったらまあありますよ。すごい選手たちから結構来てますよ、参戦。やば、誰っすか。プライドとかで出た人とか。エイク、ボブサップっすか。違います。ボブサップの僕やりたいですよ。ボブサップありっすね。そうでしょ、呼んでもいいですか、ボブサップ。面白いですね、それ。あ、そうでしょ。ちょっとすみません、足ちょっと変えますね、しびれてきたから。いや、ほんまに。いや、ほんまにそれは確かに。体操座りとかの方がいいんじゃないですか。いや、体操座り、腹邪魔なってできない。もうめっちゃ、逆にもうめっちゃ苦しい。こっちの方がいいね。健康面は大丈夫ですか。一応、一応大丈夫。血液とかも全然大丈夫。でも、もともとちっちゃい時から大きかったですよ。まあ、そうですね。ラグビーやってたんで、体はでかかったですよね、もともと。すごい短距離も速いです。煽り部屋みたいな。あ、はい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 、はい、すごいですよね、この体重で。僕多分150キロの世界マラソンみたいなのあったら多分金メダルと思うんですよ。マラソンは無理でしょ。いや、マラソンちゃうわ。だから体力ない。で 50m 走、 50m 走みたいな。何秒ぐらいですか。まあ7秒ぐらいです。早い。150キロ。そうっすよ、やばいっしょ。だって俺が80キロぐらいの背負ってさ走るってことでしょ。とんでもない筋力しますね。いや、まあそうですね。多分今の三雲さんより早いですよ。やりますか、これちょっと。僕はもっと早いと思うんですよ。え、足早いですか。結構早いですよ。今何キロですか。今74か3ぐらいです。あー、ほんならまあまあ一緒ぐらいかな。いや、絶対俺の方が早いです。あ、やるじゃん。ここでやるもんどうするんだよ。いや、なんかすごい嬉しいわ。なんかほんまに三雲すいません、なんか三雲さん、三雲さん。いやいやいや、でもどこ目指してるんですか、なんか。も年齢38歳でしょ。僕ね、子供6人いてるんですよ。そうなんですか。そうなんです、子供6人いてて、はい、あの、まあ、それで始めたみたいなのもあるんです、正直なんですよ。やっぱりサラリーマンだけやったら大学行かせれない。柴田みたいになんか魂を売った感じか。あ、で柴田さんちゃうでしょ。でも柴田さんはそんなんちゃうでしょ。コメント欄では娘のためにね、魂売ってる心は泣いてるとか言われてるから。ほなまあ一緒かもしれないです。いや、6人はやばいです、やばいですよ。自分の心を傷つけながらもやっていくと。そう、そうですね。何歳ですか、お子さんは。小6、小4で双子、双子いてるんですよ。だから学校とか、もう2倍かかるじゃないですか、全部。で、初めランドセル6個買わなあかん思って、だからやばいわと思って、まあ、始めたんですよ、勇気。すごい確率ですよね、双子、双子。すごいっしょ。だからもうこれ、流れたらもう小学校で俺もうヒーローっす。朝倉未来とコラボしてるんだろう。ああ、結構人気ですかね、やっぱブレイキングダウンって。ブレイキングダウンはもうそれはもうめちゃくちゃ人気ですよ。じゃあ今のうち、あの、今までの迷惑行為は削除しとかないと、みんな飛んで見に行っちゃって、ね。ああ、そうっすね。だから未来さんがこれじゃなくて、3ヶ月1回ぐらいコラボしてくれたらもう僕消すんですよ。めっちゃ嫌そうやん。何今の。久しぶりに見た今の顔。なかなか見えへんで、ね、YouTube でもその顔。まあ、好評だったら、ね。ああ、そういうこと。ああ、いや、それは好評ですよ、これは。まあ、これはね、絶対伸びる。行くでしょ。え、今日何すか、今日な、何するんですか、今日。スパーリングとか見たいかなと思って。え、1分でいいですか。1分何本かみたいな感じですか。何でもいいですよ、俺は。マジですか。怖っ。何でもいいですか。いや、だって。俺あの1000万の時に結構煽っとったじゃないですか。これ本ちゃん見た時に引きましたもん。めっちゃ強いやん思って。いやいやいや、なんすかあれ。そんなガチでやらないでしょ、試合前なんだから。あ、まあまあまあ、そうですね。
ノッコンさんとスパーリングして怪我して試合出れませんなんてやばいでしょ。いやいや、そりゃそりゃそうっすよね。マススパーリングできます、ちなみに。僕めちゃくちゃうまいですよ。あ、そうなんですか。僕もかなりうまいっていう、あの、あー、なるほどなるほど。見たことあります、僕の。あります、あります、あります、接待スパーリング。あります、あります。いや、でもあれでしょう、なんか接待スパーリング言うけど、あのアンボルキャみたいにボディーブロー本気で打ってくるでしょ。ダーン打ってくるでしょ。打たないです、打たないです。ほんまですか。聞かないでしょ。まあまあ、そうっすね。すごいっすね、スポンサーの量が。これ見せといた方がええんじゃん、このチャンネルで。え、てか次ブレイクダウン日韓戦やるんですか。やります。オーディション次ひな壇なんで。え、はい、マジですか。そうです、そうです。今日あのミーティングしてましたよ、さっき。ありがとうございます。あのエドポロキングとノッコンさんだけヘビー級でひな壇です。はい、あ、ほんまですか。やりーす。まだ2人はね、ちょっと早いですよ。そうですね、まあまあ、あいつがもうちょっとビッグになってからかな。え、背何センチですか。84です。あ、背もでかいですよ。なんか横がでかいからあんま大きく見えない。あ、見えないですか。そう、もう結構そう、横も結構、縦も大きくて。大丈夫ですか、走る。いや、もう変えると無理ですよ。だいだいでかいんですか。いや、多分僕だけ左でした。左。お子さんも。お子さんは細いです。でも僕があえて大きくしてるとかあるんで、 YouTube の、 そのキャラみたいなのあるんで。いやいや、でもあえてでもできないですよ。150キロなんで。100キロぐらいはいけるでしょ。絶対いけないです。あ、マジですか。俺最大でも81とか。ああ、それぐらいだと動けないですか。81とか。いや、動けますよ。でも全然あのスピード落ちるし、パワー増えるけど。ああ、なるほどね。ほんなら俺20キロぐらい痩せたらほんまにだいぶ動けるんですかね。はい、絶対落とした方がいいと思います。マジですか。やばい強さだと。ほんまっすか。え、ほんなら130キロまで落としたらまたコラボしてくれますか。まあ、ご褒美ちょうだいよ。そのコラボするストーリーじゃないじゃないですか。なんですか。いや、だって20キロってエグいっすよ。かなりやっぱりなあ、たくま君、20キロやばいよな。20キロは僕からしたけど、でも俺あれですよ、その先月まで81ぐらいあったんで。ああ、そうなの。66でしょ。はいはい、だから15キロですよ。この肉のない感じで15キロと、はい、この感じで20キロは全然違う。でもやり慣れてるでしょ、正直。はいはい、もう体大丈夫でしょ。僕ら多分死にかけますよ、多分そんなに。だからこそできたらコラボしてほしいな。100キロまで行ったらじゃあやります。100キロめっちゃ先やん。人一人分。何そのなんか保険かけた感じ。でも100キロだとブレーキングなんで暴れようみたいな戦い方できないですよ。なんかいや、できます、できます、できます。はい、かっこよくなるんじゃないですか。あ、顔が、顔っていうか、まあその顔ちゃうんかい。筋肉あるから。はいはいはい。いや、いいと思うけどな。ほらちょっと痩せようかな、ほんまに。130キロ。まあでも130ぐらいの方が絶対強くなるんで。あ、ほんまですか。パワー絶対落ちないですよ。あ、ほんまですか。だからそのパワーで130キロなんで。まあ確かに俺ブレイキングダウンね、延長、あ、俺ね、聞こうと思ったんですよ。うん、1分なっとったっけ、延長。うん、あれはもうずっと1分でいきますよ。あ、1回だけやってますか。そうそうそう。あ、そうです。あ、それやったらまだいけるかは、いけるかもしれない。だからね、あのなかなか勝負がつかなくて。あ、ごめんなさい。近づいてる。あ、え、いや、もう喋ってたらどんどん距離がちょっと近づいてる。だからその十人二鬼とか青白王子さんでね、うん、やった時とか、もうちょっと見飽きてたじゃん、最近。長すぎて。近いっす。あ、ごめんなさい。ちょっと近いっす。好きすぎて。うん、何やってるんですか。もしドッキリ。佐々木君ってあんな苦笑いすんの。何あの苦笑い。めっちゃ苦笑いすんの。方向性が分かんない。近づいてくる。だから例えばそっちのチャンネルでドッキリやすくわからないから、そっちのチャンネルなんて。あ、何してんのかなって。あ、すいません、すいません。何の話しとったっけ。あ、そうそうそう。だからその7ラウンドとか行っても、はいはいはい、なんかもう見飽きちゃうんで。はいはいはい。難しいですよね、ケルスキー選手とかの試合もね。はいはい。なんかいや、どっちか選ばないといけないですよ、 2回目は。あー、なるほどなるほど。ドロー決着はダメなんですか。ドロー決着はなしにしてます。やっぱあ、もう絶対決めてるんですね。オーディションであんだけバチバチにやったのになんかドローでしたね。ちょっとヤンキー思考的には合わない。ああ、なるほど。俺1分だけって言われた方が多分もうもっといけますよ。やっぱどっかで延長って思ってまうとこある。もう1分でこれ肩つけたらみたいな感じでいけるじゃないですか。はいはいはい。殴ろうが殴られまいが、うん、だからもうそうですね、日韓戦は1分で俺が出ますから。まあそんな体験の人が来るか分かんないけどね。チェホンマン、チェホンマン、チェホンマンか。チェホンマンでもパンチ届かんやろな。でも確かに韓国の人ってでかいっすよね。日本人より平均身長高いらしくて。ああ、なるほどね。でかい人いるかもしれない。あと、みんなさん、もう一個聞きたかったんですけど、はい、僕のことまだ嫌いなんですか。いや、別にどっちでもないっすよ。
え、どっちでもない、はい、あ、どっちでもないまで持ってこれた、はい、これは素晴らしくないですか。インスタライブでだってもうあんだけ嫌い言うてたから、うーん、なんかその腹黒さを感じてしまう。違う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 、それなんすか腹黒さって。そのもし本当はいい人だったらカメラ上の演技がうまいかもしれない、そのキャラが。あー、はいはいはい、はい、でもいい人かどうかは分かんないですけど。あー、はいはいはい、え、今未だに分かんない。今は分かるでしょ、こんだけ喋ったら。ちょっと腹黒さも見えますよ。全然ない。ないですか。全然いい人ですか。すごい透明な気持ちでそこの階段上がってきた、下がってきた。よかったです。なんかこの三黒さんとのなんかちょっと仲良くなれて。仲良く。え、そうですね。いますか。じゃあ。いますか、じゃあ。はい。サクッと。そうですね。三黒さん足だけね。俺パンチあるんで。一緒に行こう。優しい1分か。1分終わりかけの時30秒ピョンみたいなやめてな。あ、大丈夫です。やば。肩筋エグいやん。何その肩筋。どうするの。でもね、みんなね、ただの YouTuber がね、朝倉未来さんとかできるってないですよ。吉田君、あの、はい、TikTok フォローしたから返してくれるかな。最近動かしてないっす。全然帰ってきてないから。動かしてないっすよ、TikTok は。TikTok だけ返してくれたらいいから。余裕やん。あり余裕やん、肉汁。お前立つだけで好かれる。ああ、圧力で。めっちゃ笑ってんもんだって。いつでも料理したんぞみたいな。マスがめちゃうめえ。確かに確かに確かに。しんど。左フックがいいですね。やっぱ。あ、ほんまですか。右ちょっとモーションでかいけど。なんか右のストレート当てたいんですけど。すごいやりにくいというか、うん、右ですか。右なんです。こういってほんまはこういけないんですけど、なかなかもっとこっち入ってきた方がいいですよ。あ、はい、ガード上げながら、こういう感じですか。こういかないんです。まっすぐこういって、こう、あ、こちらが全然いいです。今こう来て、こういってもはいはいプレイベルになって、あ、なるほど。テイクダウン取ろうかと思ったらめっちゃ重かった。すごい、ね、でももうあれめっちゃしんどいですか。あのこの動いてる中で組むとか倒すとか、あれで一気に持っていかれるから、だからそこちょっと嫌なんですよ。いけるんすか。全然いけます。全然いけます。マジですか。5分3分でやってるんですよ。今日も5分8ラウンドぐらいやったから朝練習で。あ、マジですか。俺練習では足りへんな。じゃあ足りないっす。仕事やめますわ。でもやめてもいけますよ。まあまあ。スポンサーついてるでしょ。皆さん注目してください。すごい。年収1000万いけます。いや、この後ろ。いってますよね。もっといってるよ。いや、これでもあのこっちはあれですけど、こっちはブレイキングダウンさん用のあの格闘技だけで1000万いってますよね。いってないです。いってないです。え？いってない。これあの一回スポンサーの方なんで、はいはい。こっちはあれですけど、ミクロさんと一緒に宣伝してください。いやいやいや、みくるさんはどんなに稼いでるのも知らんけども、ちょっとほんま、マジでちょっと恐ろしいですよ。絶対言わない。ああ、いい、あのネットで出てる。あ、マジですか。やっぱ、ちょっとでも楽しかったな。楽しいっすね。楽しいっすね。はい、じゃあ30秒だけどうですか、もうちょっと。そうですね、少ねえ。
さっきの教えてもらったストレートを行きましょう。ああ、よし、はい、え、マスマス持ってるじゃないか。なんだこの煽り場。なんか悪いぞ、なんか悪いぞ。こっちは命かかってるの。多分これで本気でやってもなかなか KO できんと思う。いやいや、KO しようと先導して。いやいや、その本気でやった時ですよ、試合で。でもあのライジングローブだったら、そう痛いです。え、あれって結構くるんですか。歯折れます。だってさっき会った時、カバンにライジングローブぶら下げてたんですよ。やる気満々やん。あれはいつもです。あれはいつもなんですか。顔きやすいんで。あ、そういうことですか。俺あれ見た瞬間心拍数めっちゃ上がったやばいやろ。しかもなんか会った時も普通やったら本体でウエスみたいな感じじゃないですか。普通やったらみくるさんの場合バッて会ってもみたいな感じ。いや、一回わざわざ裏行ったじゃないですか。めっちゃもうやられるわ思って。あれ、いやいや、そんなことないです。あれ湿気がね、たまるんですよ、あのバッグで。あ、そうなんですか。だからなんですね。まあ、またあれで本気でやり合う時はもう試合終わったと。はいはい。もう次パフェでええやん。パフェの食べ歩きでええやん。パフェの食べ歩きでさ、お願いします。お願いします。戻りしたな、これは。すごい。どうか見るな。だいぶ大丈夫です。大丈夫ですか。すごい。これで日韓戦いけるわ。うん。完璧や。いける。見事。いや、相手がいるもんね。いや、ほんまこれ、チームミクルで、行きましょうよ。え？え、どっちかというとなんか、チームアンポっぽい感じしますけど。リュウ君は友達。なるほど。ミクルさんは、違うから。吉君君が思ってるような人じゃないよ。昔の愛知で、はい、兄弟で殴り合ってたけど肉弾ちゃうよ今。それはそれはそう、世界動かすんやからね。ミクルさん絶対苦手なタイプでしょ。やっぱ嫌いなタイプです。お疲れ様でした。いや、今日コラボあのなしになりました。なし結構ハッタでからだ。いや、今のお店あったでしょ。しんどかった。ほんまありがとうございました、皆さん。なんか、今日はほんま夢のような時間でした、ほんまに。続きはなんか、嫌でしたね。あ、そうなんですよ。対談でした。はい、対談。じゃあ、概要欄に、ね、貼っておくので、そちらも見に行ってください。はい、じゃあそのまま。あと、ミクルさん、ちょっと、ミクルチャンネルの登録者って今、もうめっちゃいてるじゃないですか。はい。300万人ぐらいですか。はいはい。で、僕ね、こう見えて、10万人しかいってないですよ。すごいっすね。あ、ほんまっすか。まあ、11ですね。あ、消えもんすよ、それ。え、ほんまですか。でも11万人しか行けないから、いつもアンボルギアとスパーリングしたら、あの登録者数マウント取られて全部持っていかれるんですよ。だから水さんここで言って、僕アンボルギア超えたら登録者数、僕がこれからスパーリングの動画使えるから、どうぞ言ってください。何言ってるの。